ソメイヨシノも多分そういういろんな集団の中でこれはって目をつけたものを江戸のソメイ村の植木屋がこれはいけるっていうのでどんどん増やして。まあメインとしてソメイヨシノっていう、まあ、代表的なお花見の場はあるんだけど、それ以外のさまざまなその桜の楽しむ場をもっと増やしてもらいたいし、そのお手伝いをしたいと。